関節の使い方を思い出してほしい。今の危ないから横になってるけど、実際には下から引いたらゆっくりとやります。タイプやったら入ってくる。これで入りますね。危ないけど、下引いたりとかしないし。下から引いたりするんですよ。これが今のやつをやろうと思ったら、こう下がってる。はい。ちょっと入りやすい。こっから来たらもう無理やろ。サバーしたら相手の体と全然違うところになるんですよ。小さく手に添えたら体に使うこんなん見えないです。色んなアテンドとか手にパースとか手にすると、これを使ってそれで相手のパーッと選ぶ。捕まれたというか、押されたか